2018年の4月、12日です。今日の報告をします。今日もちょっと今カメラがちょっと壊れましたね。これはちょっとアクシデントです。明るくするやつ、露光っていうんですかね、明るく光を取り込みやすくする、CCD かなんかね、光の粒を取り込んで明るくするんですけど、暗い時に明るくしたらより明るくなってよく映る、暗い時に便利なんですけどね、それがちょっと壊れてきたみたいですね。ちょっと胸のポケットに入れたら水蒸気で水蒸気でちょっと基板の回路になんか水滴がついたんでしょうか、よくわかりないんですけど、 CCD 重要なんですけどね、光を取り込む。光は粒子性と波動性を持つというのは女子力学で学びましたが、まあそれはさておき、今日はですね、今日は高尾山に登ったんですよ。ついに高尾山に、この43年生きてきてですよ、東大医学部の医学部発行の修了証、卒業はしないんですけど、入学もしないんですけどね、東大医学部発行の修了証をもらってでも高尾山に登ったことがなかったという、私、まあ興味なかった、あんまり興味なかったっていう感じですけど、まあそうで、やっと登れたというね、43歳に。ここ皆さん笑ってほしいと思うんですけど、笑っていいと思うなんですけどね、やっと登れたと、あの高尾山に、あの有名な高尾山に。ということで今日は、昨日夜遅くまでスキーで地図調べをしてたんですけどね、だいたい僕12時ぐらいまで活動する、今日は11時までです、お金がなくて、スキー12時までぐらいまで活動していると、活動する予定に最近してるんですよね。必ずしもそうじゃないですか。まあ、僕は定職についてませんですからね、出社時間とかがない、フリーランスを目指すと、プロを目指すフリーランスを、その代わり働いてますけど、毎日12時まで、そこは勘弁してほしいと思うんですけどね、まあ、定職についてない。だから朝が自由ですけど、夜はギリギリまで頑張ろうとは思ってるんですけど、で朝起きれないで、で元気がなくて、で元気が出次第行くというね、これ割と効率的だと僕は思うんですけどね、じゃ夜も深夜までやれっていう話なんですけど、それはちょっと一応キリスト教じゃないですけど、キリをつけたいというね、霧をつけて12時までにしてるんです。遠くにいた時は止まったりしますけど、あと夜歩いて昼野原で睡眠取るっていうやり方もあるなと。夜寝るといろいろ熊に襲われるとか、昨日のテレビでも白熊にが入ってきたとか言ってましたけど、冒険家の方が NHK の。あの人の足元にも及びませんけどね、冒険に関してはですよ、僕はヤフーもソフトバンクも8兆売り上げてるんで、そこのとこは理解してもらえてるんですけど、それが冒険だっていう話なんですけどね、まあ、北極の冒険なんて到底できませんよ。北極の一番高い山で、山スキーでスキーを滑るなんて到底できませんよ、まあ、夢ですけどね。北極の一番高い山から山スキーで降りてくるっていうのが最高かもしれないという、ね、登山もあって、
まあ分からないですけどね、なんとかなんとかさんっていうのがあるらしいですけど、それでですよ、また今日は高尾山、朝なぜか昨日遅くまでやっても、まあ、昨日夜あれサプリいっぱいでもない、サプリ続けて2回飲んだせい回って元気が出たんですかね、割と睡眠取れて、そのから今日ちょっと股ずれみたいになって、超股のとこが痛くて顔も真っ赤になってると思う。それが問題なんですけどね。